話が社内の掲示板に何時の悪口を？それはプルートンが書いたのだ。この帽子は祖母の形見であり、魔女の象徴だ。信じる信じないは何時の自由だが、子供扱いするな。こう見えても立派な魔女だ。行こうプルート、とどめを刺すんだ。逃がさない、やってしまえ。もてなしてやろう。なぜ強いやつを探すかって、そうじゃないと私が最高だって証明できないでしょ。私は臆病者みたいに防いだりしないよ。攻撃こそ最大の防御って言うでしょ。一番強いやつ出てこい。収穫の時間だ。避けられるかな。捕まえた。目障りよ。ちょっとスピードを上げてみようかな。ハイロに効く栄養剤を作ったんだけど、効き目を確かめてもらえる？はあ、私みたいなインテリがほうきを操るのって簡単じゃないのよ。はあ、退勤したらカフェに遊びに来てね。ごちそうしてあげるから。私を呼んだのね社長。ゆっくり食べてね。サービスよ。思う残念、ご賞味あれ。これぞ完璧なブレンド。サービスよ。寒いの？火を起こしてあげようか。面白い呪文はないかな。ミントミントミントチョコみたいな。火炎魔法は私の得意技なの。まあ大体は爆発しちゃうけど。爽やかに登場。とにかくマジカル。魔力がいっぱいになったよ。ちょっと熱いと思うよ。ちゃんと当たってよ。今回は成功させる。火の玉だよ。よいしょ。